春休みも残り1週間となりました。あっという間ですね。なので今回は新生活、新学年で、まあ、いいスタートを、ね、切れるように、この春休み中に残りね1週間でやっておいてほしいことをお伝えできればと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。今回は4つポイントをお伝えしようと思っているんですが、まず1つ目は筆箱のチェックです。普段使っている筆箱確認してもらうと、ちょっとボリューミーな筆箱になっている方もいるかもしれません。それ中出してってください。下の方にいる子、半年ぐらい使ってないなとか、あれインク切れてるみたいな子がね、いたりするんですよ。あとは写真の入れ物が入ってないじゃんみたいなこともあったりするんですね。なのでこの際にまず筆箱、普段使いちゃんとするものといらないものは分けましょう。でいらないものは出して、かなりもう少数精鋭、お前らだけいれば俺はやっていける、私は大丈夫っていう子たちの筆箱を作ってください。それに合わせて春はこう文房具を一新する時期でもありますので、まあノートとかはね買い替える方多いと思うんですが、まあシャーペンとか、まあ消しゴムとかボールペンとか筆箱とかもそうなんですけど、一回文房具屋さんに行ってみてください。新作でいっぱい出てます。え、こんなボールペンあるんだなんて発見もあると思いますので、こうね、いろいろ見ていって、もちろんお金はかかりますけども、こう、1年間この子相棒にしたいなっていうビビビとくる出会いも結構あったりするんですよ。でやっぱり文房具って普段たくさん使う相棒です。特に学生の皆さんだって文房具なしにはやっていけないじゃん、基本的には。そんな素敵な相棒を見つけるチャンスでもありますので、絶対買い替えなきゃってわけじゃないよ。今まで使ってたものを、あのね、サトシのピカチュウみたいに俺はずっと26年間この子でって、もちろん OK なんだけども、一回見てもらって、ちょっとこの子を使ってみたいなって出会いがあったらさ、勉強する時のモチベーションも上がっていくんですよね。なので一度文房具屋さんに行ってもらって、なんか新しい相棒いないかなっていうチェックはしてもらえたらと思いますので、まあ、筆箱もねチェックがまずやってほしいことなんですけど、普段使っていく文房具を新しくしよっかな、なんかいないかなっていうチェックね、その一新するっていうのもぜひやってみてください。2つ目のやってほしいことは生活習慣の見直しです。ドキッとした方もいるかもしれないですけど、まあ、春休みだけじゃないですけどね、長期休みっていうのはどうしても生活習慣が崩れやすいです。遅起きになりやすいですよね。もちろんそれが一概に悪いとは思ってないです。だってそれが許される期間ではあるので。ただ学校は始まります。おそらく4月10日ぐらいかなから授業とかが始まる方多いと思うんですけど、早起きをしなきゃいけなくなるんです。でもちろんそれをやろうと思ったらできます。今までいきなり遅寝遅起きだったのが、その月曜日に早く起きるはできると思います。でもそれはできるだけであって、生活リズムは治ってないんです。だから体にかなりの負担がきます。学校に行っても眠かったり、なんかぼーっとする、集中する、イライラするっていうことが起こっちゃうんですよね。なので生活習慣、まあ、生活リズムを今のうちに直しておいてください。まあ、直そうとだんだんゆっくり直してってほしいんです。こう遅寝遅起きだったものを急にガッとは戻せないんですよ、いきなりは。だから段階を踏んで戻すしかない。で大体生活リズムって私の感覚だと 2,3 週間、まあ、3週間ぐらいはかかると思ってます。ないですよね。ないんですけど、まだ1週間はあるので、この1週間でちょっとずつ早寝早起きに寄せていく。でいざ始まってからだんだん体が慣れていけば、ね、いざ学校が始まってから直すよりもかなり楽ができるので、いきなりね、その例えば今まで3時ぐらい寝てた子が11時に寝るって難しいです。布団に入ってもなかなか寝つけないから、いきなり変化させなくていいので、ちょっとずつ早くしてください。ちょっとずつ早くして、でも起きる時間は固定した方がいいです。あの多分普段学校行くときに7時に起きなきゃいけない、6時半に起きなきゃいけない方は、起きる時間はもう直しちゃいましょう。だから睡眠時間は短くなっちゃうんですけど、起きる時間はもう固定して今からやっておく。でも寝る時間はなかなかね、そう、布団に入ってさ寝れないって言ってさ2時間苦しむのは辛いから、ちょっとずつで構わないので、起きる時間だけ固定してゆっくり寝る時間、寝つく時間を早くしていくっていう風に今からやっておきましょう。そして3つ目は部屋の掃除です。ご自身の部屋がある方ない方いると思います。なのでご自身の部屋だったりとか、あとは普段勉強する場所とか、その教科書とか置いてる棚とかが決まってる方多いと思うんですね。その自分の勉強関係のものとかが置いてある場所を一
旦めちゃくちゃ綺麗にしておきましょう。学校始まるまでに。なぜなら学校始まったらいろんなもの配られたりします。まあ教科書がもう配られてる方もいるかもしれないんですが、配られてそっからいらないもの整理して、あ、名前書いて、あたりどこに置くもぐちゃぐちゃってなっちゃうと、新生活そんなことに気使ってらんないですよ。人間関係とか新しい環境でただでさえストレスめちゃめちゃかかるんだから。だから今できることはやっておく。で、身の回りのことが綺麗になっておくと自分の生活の中の張りが出てきます。生活しやすくなる。いや、もちろんね、部屋が汚い方が落ち着くんですけどって言われたらそれまでですけど、まあその方よりも綺麗な方がテンション上がる方が多いと思っているので思っているので、ぜひ今できることはやっておく。これは今回部屋の掃除とかその話だけをしましたけど、今身の回りでできることは基本的にやっておく。時間とか余裕があるんでね、それは意識しておいてください。さあ最後の4つ目、これはですね、勉強習慣をつけておきましょう。うわ、勉強しろって言ったよこいつって思った方いるかもしれないんですが、まあちょっと待ってください待ってください。あのね、そんなめちゃくちゃいっぱいやるとは思ってないです。もちろん受験生の方とかは早く始めて損はないので、ある程度の量も始めてほしいとは思いますけど、今まで0分ね勉強してなかった方に、はい3時間やれよなんて言わないです。言わない。もう10分とか15分とかで構わないです。構わないので、もう1日の決まった時間15分だけって決めたら、その15分で何ができるのかなって、どこまで進められるかなって、この15分だけは集中するぞっていう時間を作ってほしいんです。じゃないと脳がそっちのスイッチに変わらない。学校が始まったらスイッチ変わる。そんな要領力できてないって、なかなかそんな一気には切り替わんないです。学校始まったら最初はね、まだ自己紹介とかあるからまったりかもしれないですけど、普通に勉強進んでいくよどんどん。でスイッチが反応ならなんか集中できないって思ってるんで置いてかれるんでしょ。で最初の中間テストでわからんって言ってドーンって変な成績でもうやる気ないってなって落ち込んでいくんでしょ。でそんな負のスパイラルにはまるぐらいだったら、今から準備運動というね意味付けでこうちょっとずつやっていきましょう。ほんと10分15分からで構わないです。でもしちょっとねこのやり方私は好きなんでおすすめするんですけど、15分って決めたら15分のタイマーかけて15分しか勉強しちゃダメっていうのをやってみてください。15分経ったら勉強やめるんですよ。それ以上やっちゃダメです、やっちゃダメです。でこれ何かっていうと、15分で何ができるだろう、どこまでできる、例えばワークとかあった場合15分しかできないんだよな、どこまでいけるかなっていう、その時間に対して自分がどのぐらいの量ができるかっていう、そこがねちゃんとイメージがつながるようになると、この後勉強ね続けていくときに計画を立てなきゃいけなくなるので、計画が立てやすくなります。計画を立てるときにすごく失敗しがちなのは、このぐらいの量できるっしょって設定したらいざやってみたら思ったよりめっちゃ時間かかるみたいなパターンね。こんなに集中持たなかったみたいな。だから自分の力量を知るためにも時間を設定して、これしか時間できんぞ、どうする俺、どうする私っていう考え方をすると、時間の使い方がかなり上手くなりますので、よかったらそちらも試してみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、新生活始まる前でね不安な方も多いかと思います。私もかなりねこう新しい環境苦手なタイプなので、あどうしようどうしようって思っちゃうタイプだったんですけど、でも未来のことってわからないじゃないですか。だから今から不安に思っても仕方ないことなんですよね。じゃあそんなことは分かってんですけど、でも不安に思っちゃうと、だからこそ新しい環境ね、新しいのが始まった時にそこにできる限りのエネルギーを注げるようになっててほしいんです。つまり今からできること、今できることっていうのを先にやっておけば、そこの未来の自分の負担が減りますよね。なのでそういった発想で今できることね、ガツガツ勉強しろとかわけじゃないので、今からできることをちょっとずつやっておいて、未来の自分にぜひ楽をさせてあげてください。そしてね、新生活、みんなのね新生活がいいスタートになることを心から願っておりますので、ぜひね新しい学年もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまた次回の動画でお会いできたらと思います。今回もここでご視聴いただきありがとうございました。今週1週間も頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。